浮気がバレた時に絶対逃れられる言い訳はあの確かにあってはいましたけど、彼は手を出していませんでしたよと、チンチンからの証言。一番信用できるし、一番疑わしいしっていうね、その喋 <laughs> ってて嘘すっかりしあるもんな。そうなのよ。